さて、今日もフォーナでデュエルをしていきますか。いやー、どうしようかな。ノブシそろそろ飽きてきたんだよな。つうことで、オロチかピースキーパーを使いたい。ピースキーパーでいくかな。この2人、なんか今、強キャラって言われていてね、めっちゃ強いんだよね。勝率も高いみたいだし。なんで、強キャラをちょっと使っておきたい。相手もピースキーパーか。ランク11のピースキーパラウンド1。なんだこの勝負 弱攻撃しまくって当てたもん勝ちみたいな。リフレクトの練習をしたいんだな。うまい。お、いいね。お、うまい。ああ、マジか。今のディフレクトチャンスだったんだけど、ちょっと早かったかな。いいですね。ピースキーパーもね、レベル3倍ぐらい上の相手なんでね、もう師匠と呼んでも過言ではない。ピースキーパー師匠相手にどこまでやれるか。やっぱディフレクトはね、このキャラ楽しいんでね。さあ、飛びかかってこい。うまい。後ろ回避。よーし、倒した。いいね。どんな技なんだろうな、こいつ。適当に切って倒していく。これなんだよな、この近距離でね。右弱とか左弱とか適当にやってるだけで相手はもう簡単に飛びちゃうんだよ。これがクソキャラなんだよ。この来た、熱い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 でござる。あれ？
さあ来い、飛んでこい。来たこれですよ。来た来た来た。やっぱディフレクト。まあね、あの距離開けてきたら飛んでくるアサシンが多いんでね、そこをディフレクトすると。最高。いや、気持ちいいね。